シンボリックなものって大体シンメトリーの意思を感じて、なんかそのそれがなんかまあ祈りとか思いとか願いとか強い人の願いとかにつながってくるのかなっていうふうにも思ってて、なのでそういうことを大切にしています。僕自身のそのコンセプトにもつながる話なんですけど、コンセプトは祈りっていうものがあって、まあ僕のバックボーンである広島の平和への祈りっていうものと、まあ自然とのつながりというところで、あのような造形がすごくアバンギャルドに見えるところもありながら、すごく自然的なものだったり、その自然に帰っていくような姿だったりっていうのを見る人が感じてくれたら嬉しいなと思ってます。日本の多神教の中で生まれ育っているので、広く自然に対して祈るとか、漠然と生きることに対して願い祈るとか、生活に結びついた、より密着したなんかその祈りなのかなっていうふうには思います。縄文土器だったり神道っていうところからすごく影響を受けてて、まあ、縄文土器のあのうねうねした造形だったり、この当時の人々が1万年以上前の人々の生活ですから、その自然の脅威にさらされて、まあ、亡くなっちゃう人が多かった中で、その生きることに対する願いを呪術的にああいう造形をすることで生きることに対する願いを込めたっていうふうに言われてて、なんか強い祈りや願いが込められてるんですよね。その祈るって行為も、その目に見えないものに対して何かこう思いっていうのを唱えていくものだと思うんですけど、それはある種こう僕が作っていく行為そのものが祈り、無心で作っていくってことだと思うんですよ。簡単に言えばそのデザイン画を描かないのも、その布と向き合って偶然生まれてくる形っていうのを大切にして、それをもう新しい表現だって言い切る、その設計にない部分を大切にするというか、ファッションっていうのはすごく僕にとって自由であるべきものだし、僕自身を自由にしてくれるものだと思っているので、僕はすごく楽しくさせてくれるものだと捉えてます。特定のものっていうよりかは、その祈りの歴史、造形の歴史っていうのを理解した上で、自分が現代でどう表現するのかっていうのをすごく大事にしてます。